前の試合、ナビスコカップで1ヶ月ぶりの勝利を挙げた新潟。狙うは公式戦2連勝、リーグ戦4試合ぶりの白星です。今シーズン昇格したアビスパ福岡に対し、先発に指宿が復帰、そしてベテランの田中達也が2試合連続でスタメンに名を連ねました。新潟は前半から積極的に縦のパスを狙います。前半14分には小塚がふわりと前線に送り田中達也へ、22分にはコルテースから加藤につながり再び縦のパス、最後は指宿。相手の守備陣の裏を狙いますが、惜しくもゴールにはつながりません。前半から猛攻を仕掛ける新潟は41分、コルテースのスローインから指宿がヘディングで落としたところにスルスルと抜け出した田中達也。2007年以来のリーグ戦2試合連続ゴールが決まり、新潟が先制します。攻撃の手を緩めない新潟は前半終了間際のフリーキック、レオシルバの強烈な右足から放たれたボールはゴールのクロスバーを叩きます。厚みのある攻撃で新潟は前半をリードしたまま試合を折り返します。後半、新潟はゴール前までボールを運ばれ、ヒヤリとする場面を何度も作られます。福岡は昨シーズン7ゴールのウェリントンを狙ったロングボールを中心に攻撃を組み立てますが、新潟の守備陣センターバックの大野、増田が幾度となくボールを弾き返します。結局試合は1対0で終了。新潟は公式戦2試合連続の完封勝利、リーグ戦4試合ぶりの白星を手にしました。